堀に囲まれている霞城公園、霞城公園の一霞城公園は山形市の中心部にある城址公園。第二次世界大戦の終戦によって旧山形城跡に永住していた山形府標第32連隊の敷地は山形市に払い下げられた。市は跡地を各種文化施設の設置のほかスポーツ公園として整備する方針を決定し、1949年に 跡地は、霞町公園として市民に開放された。霞町公園における、スポーツ施設は、まず、市営球場が建設され、ついで、バレーコート、テニスコート、ソフトボール競技場等が整備された。また、1964年度には、市営球場が公式野球場としての機能を充実させるため、改築工事が行われ、その後、球道場、運動広場も整備された。 この他県によって山形県体育館が建設されたほか、明治百年記念事業の一環として山形県立博物館も設置された。加えて国の重要文化財に指定された再生館病院本館が公園内に移設され、山形市郷土館として一般開放されている。霞町公園は市街地の中に突然現れる一辺500メートルほどの広大な 緑地で、山形城市二の丸の堀と石垣などの遺構を、中心とした範囲を公園とし、人工衛星からの画像でも、その輪郭が、はっきりとわかる山形市のシンボル的な構造物である。なお、山形城は三の丸まである平城だったが、山形府標第32連帯が設置された際、本丸は埋め立てられて整地され、 二の丸の東大手門と北門マス型囲いの石垣や土塁は撤去されたほか、三の丸の堀も埋められてほとんど面影を残していない。1986年5月に二の丸跡と三の丸跡の一部が国の史跡に指定された。霞城、霞ヶ城は山形城の異名であり、公園名もそれに由来する。百七十八年に立案された三十年間に、 渡る、山形市の長期計画である山形城復元に沿って、事業の第一弾である東大手門が総事業費十一億円を当時百九十一年三月に完成した。二千六年には、本丸の正門にあたる一文字門にかかる大手橋が復元され、さらに二千十三年には、本丸大手門マスガッタの高麗門及び土米が復元の上で、翌年八月から、 一般公開されている。市は2033年をめどに、本丸全体の発掘調査を完了させるとともに、本丸北マス姿の復元を完了することを計画している。霞城公園外房理再生館霞城公園は、市民の憩いの場となっており、様々な公的な施設が設置され、各種スポーツ大会やイベントなどが開催されてきた。史跡として整備するため、 スポーツ施設を中心に順次撤去されている。撤去されたのは市民プール、サッカー場、テニスコート、野外音楽堂。当分の間の存続が決定した施設は武道館である。桜の名所として知られる。石垣に植えられた桜はライトアップされて堀の水面に映り込む。桜の季節には公園に隣接して走る大雨本線が 漢王のために速度を落として通行する、もがみよしつ歴史館、ありがとうございます。